はい、皆さんこんにちは、山城と申します。この動画はですね、2019年の1月の31日から2月1日にかけて撮影されたもののアーカイブとなっております。場所は三重県四日市市諏訪境町 7-34 近鉄百貨店の前ですね。これ近鉄四日市の前にいるんですけど、今からねどこに行くのかというと亀山の方に行きます。で、神山に行くということはこれ JR に乗るんですけどね、じゃあおめえなんでそっちから移さねえんだってことなんですけど、実はこのね、今目の前に映ってます建物、近鉄百貨店の横のね、スターアイランドっていう建物があったんですけどね、これね実は取り壊しになったんですよね、最近。で、これ取り壊し前のね、まだ営業してた頃の映像がね残っておったんで、あ、せっかくだからちょっとね流そうと思いました。これ四日市にしたら、あ、懐かしいなっていうものになってくるところなんですけどね。ということで、それあたりを映したところで、今から亀山に向かっていくということになります。まあ、JR の四日市の方に向かうんですけどね。で、企画のね内容を説明します。これからですね、列車に乗っていきます。というのは亀山発新宮行きっていうですね、もう見ての通り、4時間13分かかるというですね、なかなかな、列車がね1本走ってるんですね。あ、1日数本走ってるんですけどね。で、これは朝一の、電車の場合です。で、これですとですね、亀山を6時8分に出て、なんとね4時間13分かけてですね、各駅停車で、新宮まで行くということになります。これですとですね、実は、数少ない、紀勢本線をですね、走破する、東海管内のね紀勢本線を走破する列車となっておりまして、さらにですね、これ亀山と新宮というのが両方ともですね、JR 東海と JR 西日本の境界駅なんですよね。なんか境界駅と境界駅を結んでる列車って、まあ、新幹線を除けばそうそうある列車じゃないと思うんですよ。これ非常に珍しいんじゃないかなということでね、せっかくだからね乗ってみようということですね。まあ、比較的どちらかというと秋の方が有名ですからね、飯田線の方走ってるとか、日本一長いね普通列車とかあるんで、そっちは人気があるみたいなんですけど、ということで、JR に向かっていくんですけどね、これね途中にあるね地下横断歩道っていうやつ、これね中央通りと国道1号線をね交わるところでね、ちょっと四日市市民向けの話になるんですけど、ここね目の前に普通に交差点があるのになぜか地下歩道があるんですよ。これ誰が使うねんってねずっと思ってたんですけど、ね、中に入ってみたら意外とこれ綺麗なんですよね。でね、地下駐車場クスノキパーキングと連絡できるような、作りになっているようです。まあ、その割には屋根もないんですけどね、上のところで、ただねここトイレがあるみたいなんで、あ、これは便利だな、覚えておくと便利かもしれません。っていうので、ちょっと下に入ったね様子を、このように映してみたというわけですね。で、登ってきたところ、これはちょうど商工会議所の前あたりですよね。諏訪町の2の5か、商工会議所の前あたり、ライオンズクラブの、が入ってるかね、やりライオンのね、像が置いてあったりしますけど、まだそうだ、この後期ね、ちょうど工事やってましたよね、っていうのをね、ああ、懐かしいなと、見ながらですね、こういうふうに、テクテクと歩きながら、四日市のね、とか、あと私のプロフィールなんかのね、紹介をね、やってましたね。これ要は一番最初の外時計の映像なんですよね。懐かしい。まだねこの時はね私も郵便局に働いてたんでね、この辺りとかも配ってた、頃ですからね。で、これは御嶽通りのねところを渡って、で JR 四日市駅まで、歩いてねこの時は行きました。まあどうなんでしょうね、ちょっと時間も遅いんでね、あんまりバスもね JR の方まで行くバスか、めっきり少なくなってますもんでね、タクシーを使うにはワンメーターでねタクシー使うのもどうかなと思いましたんでね、まあ歩こうかということでございますね。で、これが駅の中で、まずは亀山まで行くんですけど、これね今は亀山まで410円、これね料金変わってるはずです。すいません、これ増税前のね映像ですんでね、だいぶ古い映像ですんで、これね切符買ってますけどね、要は当時はねまだねトイカがね使えなかったんですよね、なんて話をしてね降りてきたらね、あれ早い時間に、電車やってきたなと思ったら、なんとね回送電車でしたね。でこれがおそらく明日乗る列車になるのかなと思ってね、こうやって控えて撮ってたんですけどね、肝心の次の日完全に忘れてましてね、本当にこの列車だったかどうかはね、定かではありません。もしかしたら滝方面への送り込みかもしれませんのでね、まあどっちだろうなというところで、名古屋でね検車区からね持ってくるんだと思います。
っていう話をしとったら、本当の列車がやってきました。実際ね、12分遅れぐらいでやってきました。区間快速の幕になってたかな、亀山行きの、電車がやってきましたよということで、乗ってもう早速降りてますね。これで、亀山駅に到着ということですね。これね、1月の末ね、寒い時期だったんで、ちょっとね、あの融雪剤が巻いてあったりしますけど、これね、ちょっとね、珍しいものが取れてたんですね。実は伊賀上野行きの、関西本線のあの西の方ですね、行く列車なんですが、伊賀上野行きの方向幕ってなかなか珍しいですよね。なんてことを言いながら、これ、亀山駅も降りてね、ちょうどね、お雛様が1ヶ月前で来ることでね、あの立派なお雛様が出てましたよということです。で、この日はどうするのかというと、前日の日にね、別に亀山まで行っておいて、これ朝の6時8分の列車に乗らないといけませんので、どうしようか。まあホテルに泊まってもね、一応ありますよ、この辺りホテルはあるんですけど、やはり、ね、安く済ませるなら快活クラブだろうということでね、ここに出てます33っていうところのね、併設されてます、快活クラブがありますね、そちらに行きましたということです。でこの33ね、スーパー33、24時まで営業されてますんでね、非常に便利ですよ。ね、今でさ、持ち込みもできるようになってますからね、買ってもいいですし。ということで、そっと休めばいいものを、なぜかね、人からを始めるんですよね。でな、ね、確か今もね、このね、亀山エコー店さんはね、鍵付き防音個室はないはずなんですよ。で、ちょっと歌ってから、その後ちょっと、フラット席で休んだんですけど、朝のね、これ、もう早速画面が変わってますけど、朝の5時42分、早朝に起きてね、早速、亀山駅の方に向かってるんですけど、これね、一つ失敗したことがありましてね、まあ、雪が降っとるっていうぐらい寒いっていうのもね、想定外だったんですよ。これ、雪ちらついてます。もう一つね、失敗だったのがね、実はね、充電コードを忘れてたんですね。だからね、バッテリーの充電ができなくてね、まあ一応予備のバッテリーはね、フル充電してあるから、まあね、息は持つだろうとは思ったんですけどね、いや、これは失敗でした。まだ当時はね、なかなか慣れてなかったなと、ね、いうことです。で、5時前にね、気づいてみると、あからさまに一つおかしいのがありますね。新宮6時8分って書いてある列車がありました。そうです。これが今から乗ろうとしている、列車の、になっておりますね。で、ことで早速切符を買おうと思うんですけど、これね、よくよく見てみるとね、紀伊長島までしかないんですよね、規制線ってなってるところ。そうなんですね。あの要は近郊切符1680円までしか JR を買えませんので、そう、近鉄だとそれより先も買えるんですけどね。ということで、緑の丸くて買ってきましたよ。新宮行きの切符ということで。でもね、やっぱこっちで買うとね、というかまあこっちでしか買えないんですけど、こういったね、立派な切符になるんでね、ちょっと記念にね、するにはね、やっぱいいですよね。なんか、今から旅に出るんやなって気になりませんね、この切符を持つと。ということで、ご選挙を渡って、早速、新宮行きの、ホーム、帰省本線はね、4番5番ホームの方、一番奥になってますので、そっちの方に向かいますと、これはね、珍しい。朝の一発目は、鴨行きの、関西本線の電車も、こっちから出るんですね。私、知りませんでしたけど。ということで、こっちの方に、鴨行きの関西本線のね、あの、例の、JR 西日本の、紫のパープルのね、感じのドパープルなね、この、列車と、並びでですね、こっちの方で待機をしてました。まあね、朝なんでね、時間もだいぶ、余裕がある状態でね、待ってますし、まあお客さんもね、こんな早い時間ね、全然乗ってこないだろうというようなね、気持ちでいたんですけど、これはちょっと想定外のことが後から起こります。ってことで、さあ、横サボを見てみると、お、確かに、新宮行き書いてあるな、ということですね。いやー、ってことです。で、これは、ね、切符を買った時の、ね、説明なんかしてたところですね。で、まあ、切符くださいということでね、新宮まで、お願いしますって言ったらね、金さんもね、新宮ですかってね、驚いてね、急いで作ってくれました。これ3350円って出てますけど、今はね、3410円が、運賃改定されて、3410円に値上がりしてますね。で、まあね、やはりね、このね、亀山か新宮までをね、買ってね、乗り通すっていう人はね、あまり少ないみたいでね、いや、飯田線とかあっちみたいにね、有名なところというわけでもないですからね、日本で4番目ぐらい長い列車なのかな、ということなもんでね、まあ、ただ驚かれましたけど、最後は、いよいよ旅をお過ごしくださいと、見送っていただいて、で、こんな感じでね、列車の中乗ってみますと、トイレもね、ありましたね。あ、よかったよかったというところで、
早速、出発をしていきます。新宮行きのね、普通列車神山から新宮までもそのままですね、途中乗り換えもないですから案内もシンプルになってますけど、ここから乗ってきますけど、まあ、まだね朝も日もね明けませんよ。冬のね朝の6時過ぎちょっとですからね。ってことで、まあのんきに撮りながらやっていこうと思ったらね、下城駅、ね、最初の停車駅下城駅に着くんですけど、あらあら結構お客さん乗ってくるな。実際ね神山からも結構乗ってたんですよ。あれこれね意外ってことで、ね、この後めちゃくちゃ混んできまして、学生さんが混んでてね、結局滝原までねちょっとカメラ回せませんでした。結構なお客さん乗ってましたね。あの通あたりまでも多かったし、大川あたりまでも多かった。高校生のね朝練の人かなって人が多かったですね。っていうことで、これは滝原駅で、待ち合わせをしてたところなんですけど、そう結構神山からね通の方の高校とか、あとね神戸高校のね制服の子とかもいましたね朝練で、多分通から回って、そこから、伊勢鉄道に乗った方が早いってことなんでしょうね。なかなか大変なハードなスケジュール組んどるなと思いながら、これは南紀2号ですね、交差してくれましたが、新宮をね6時20分に発の、南紀2号とちょうどここですれ違い、滝原駅ですれ違いということですね。で、ほどなくして、すれ違いが終わって閉塞信号もね青になりましたよということで、出発してそのまま大内山までやってきます。で大内山でねちょっともう一回長い停車がありましたんで、ちょっとねさすがにやっぱロングシートずっと乗ってましたからね、腰がねまあまあきましたもんでね、ちょっとストレッチで、この辺りはねお客さん空いてました。大岡駅あたり過ぎたところらへんから、このね、紀伊長島に着くくらいまではね、ガラガラだったんでね、ちょっとほぼほぼ貸し切り状態で、カメラも回しながら乗ってましたよということです。で大内山駅だったら大内山牛乳のねやつあるかなと思ってね試しに探してみましたがありませんでしたね。これはね松阪駅にしかないみたいです。松阪駅行ったらねぜひあれ飲んでみてください。大内山牛乳のね自動販売機がありますんでね、まさかおしかけじゃないよということでね。さあ、で電車はもう出発してますね。でこの辺りはねやはりもう山間部になります。ですのでねやはりねロングシートだとねなかなかこれがね腰にやってくるわけでございますね。もうトンネル抜けて、ああトンネルまた入ったと思ってね、さらにね爆走していくと、あトンネルが抜けてくるなーなんてのをね、まあまあ特急と違ってね、そこまでスピードが出ませんからね、カーブも多いですからねこの辺り。ってことで、まあ、ゆっくり、比較的ゆっくりとね、こう進んでいくわけです。まあね、画面見てもね、そんなにガタガタって感じじゃないですよね。60キロ制限ってなってますね。で、抜けたと思ったら、またトンネルが現れてという、ザ、山間部というところをね、縫って走っていくわけですけどね。まあ、これ面白いのは、こんな山の中走ってますけど、山を抜けた瞬間に海ですからね。まあ、ちょっと、そっちの方までね、もう一回ちょっと越えて、ああ、また。これトンネルが見えてきてるということですね。で、まあ見てもらったら分かります通りね、普通のね、鉄道のね、チャンネルでしたよね。これね、前にかぶりつきでね、撮るところですけどね、そこはね、ただの素人ですからね、もう座り撮りたいわって、座りながら撮っていて、横着してるのが、画像から分かりますよね。ということで、紀伊長島駅までやってきました。で、これね、ちょっと紀伊長島からね、また結構先頭、ね、お客さん、見えますよね。結構ね、近隣の方に、出かけられる、お仕事とかかな、で出かけられる方とかが、ここからさらに、また乗ってきましたもので、カメラを止めて、もうそのままちょっと新宮までなんやかんやとやっぱ混んでましたね。朝のね、通勤とかもね、兼ねてるような時間にかかりますからね。ってことで、新宮駅までやってきました。いやー、なかなか大変な、工程でございましたけどね。これ、ちなみに昼間だとあれ、全然、行き先表示で映らないですね。で隣にはね黒潮が止まってましたね。ですからねうまいこと行けばこのまま乗り換えて行けるんですね。そのまま列車は52分発の滝行きに変わりますよということでございました。で、まあ、黒潮をね見送って、まあね、ですからうまいこといけば、亀山からね朝市新宮までこれに乗っていけば、このまま黒潮に乗って新大阪まで行くこともできますからね。あ、これは楽しい旅もできそうじゃないですかということなんですけど、まあさすがにそんなことする人なかなかいないですよね。で新宮駅はねシンプルなね行き先表示で、さあ帰りどうしようかなと思ったらね、そういえば新宮ってこれがあるんですよね。これすっかり忘れてたんですけどね、これわかりますか、なんかやたらと行き先の多いねバス停ですけどね、
これがいわゆる大和八木と新宮を結ぶ路線バスですね。日本これを間違いなく正真正銘日本一長い路線バスということで、そういやったなと、え帰り、えもしかして、えやっぱこれ乗らなあかんかいというね、ちょっと恐怖にも苛まれながらね、恐る恐るね、この、時刻表をね写してね、紹介をしているところでございますが、いやいやいや、これちょっと帰りこれ乗ったらしんどいぞと思ったら、ね、朝の最後が、最後のね、1日の最後のね、終電がね、終電じゃない、終バスが9時59分ということでね、もうね、10時回ってますから、あ残念残念、いやー、よかったよかったと思ってます。いや、残念残念。これじゃあね、やはりね、物理的に乗ることができませんからね、仕方ない。5250円、これも多分ね、料金はね、かぶってると思いますからね。ということで、改めてね、ちょっと新宮の方行って、まあ、このままね、早田山さんの方回って、で、その後柿の葉寿司とかね、買って、で、美味しく召し上がって、帰りはね、とっとと南紀で帰りました。ただ実は南紀もね、途中でね、ちょっとトラブルがいろいろとありまして、迷い犬を拾ってしまうとかね、いうトラブルだったんですけど、まあ無事帰ってきましたよということで、動画は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。